はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自虐な動画を配信していきます。この動画でね、白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日はね、高尿酸値血症の対策としましてね、バランスの良い食事というのを、まあ、僕なりのやり方でお話ししましたけども、今回はその尿酸値を下げる働きのある食べ物、飲み物を紹介します。まずね、牛乳、乳製品ですね。牛乳やヨーグルトっていうその、ね、乳製品っていうのはですね、プリン体が少なくて尿酸値をね、下げてくれる働きがね、あると言われてます。で、次はね、ビタミン C を多く含む食材です。キャベツやね、じゃがいもね、果物などにですね、含まれるそのビタミン C っていうのは、尿酸排泄を促す働きがね、あるとされています。で、ビタミン C は水溶性で熱にも弱い特性があるのでね、まあ、長時間水にさらしたり加熱したりせず、まあ、短時間でね、調理することがポイントです。だからキャベツだったら、まあ、生でもぶっちゃけ食べれるじゃないですか。だからその、例えばコロッケとか唐揚げの横に添えてあるような感じでキャベツって食べてもらったら、一番ビタミン C が取れるんじゃないかなとね、思います。そしてね、じゃがいものようなね、お芋さんに含まれるね、ビタミン C っていうのはね、でんぷんっていうのに守られてますので、調理するときにね、加熱とかするじゃないですか。だからその時による損失っていうのはね、まあ、少ないためにね、お芋さんでビタミン C 取るのはおすすめです。あと次、これはね、ほんまに忘れてはいけないというか、忘れることができないであろうものなんですけども、水分ですね。お水ですね。水分ですよ。水分をね、多く取るとですね、おしっこの量が増えてですね、尿酸をね、多く排出しやすくなります。1日に 1.5 から2リットルくらいを目安にね、飲むといいとされてますけどね、ほんまにそうなんですよ。だからね、積極的にね、水分を取りましょう。あとね、利尿作用のあるね、緑茶とかコーヒーなどもおすすめですね。汗でね、水分が失われた時はね、特にしっかりと補給するように心がけてください。まあ、これからの時期はね、汗をかくことがまあないと思うんですけども、まあでも汗をかきにくい時期やからといってね、別に水分取らんでいいわってわけじゃなくて、季節をこれから乾燥してきますのでね、その分ね、水分をね、しっかり取らないとね、体も乾燥していきますのでね、お肌なんかカサカサなるでしょ。だからね、なるだけ水分は取るようにしましょう。あと次はですね、今度はね、逆にね、尿酸値をね、上げてしまう食べ物、飲み物というのをね、今から紹介していきます。尿酸っていうのは水に溶けにくくてですね、排泄されにくいことからですね、食事時摂取するプリン体をね、制限することも大切です。これは昨日も言いましたね。そしてね、これからお話しする食べ物をね、参考にしてもらってね、プリン体は1日ね、400mg 以内っていうのも目安に食事を考えていきましょう。またね、その尿酸値をね、上げてしまう飲み物もありますんでね、注意してください。食品中のね、プリン体含有量 100g あたりのですね、まあ多い食材をね、紹介していきます。ぜひね、食事のメニューを決めるときのね、参考にしてみてくださいね。はい、ざっとこんな感じになってます。まあね、極めて多いのがね、鶏レバーということでね、まあね、美味しいんですけどね、プリン体が多く含まれているということなんですよ。あんこうとかも美味しいですよね。まあね、どれも美味しいものばかりなんですけどもね。ほんでね、プリン体っていうのはね、水に溶ける性質がありますので、プリン体をね、多く含むね、食材を使ったスープの飲み過ぎにもね、注意してくださいね。そしてね、次はね、尿酸値を上げてしまう飲み物をね、紹介していきます。清涼飲料水などのね、甘い飲み物あるじゃないですか。あれに含まれている果糖というのはですね、この体の中で分解される際にですね、尿酸値を上げる作用があると言われています。果糖だけでなくですね、ブドウ糖とね、果糖がね、組み合わさったね、白砂糖をね、まあ、控えめにするとね、いいでしょう。またね、ビールなどのね、アルコールにはですね、尿酸のね、生産量をね、こう増やしてしまってね、しかもね、排泄をね、阻害する働きがあるんですよ。で、またね、利尿作用もあるためにですね、体の中のね、水分量がね、減少してね、尿酸値がね、上昇しやすくなります。で、最近ではね、低プリン体とかね、プリン体ゼロとね、記載されたね、アルコール商品をね、見かけますけどもね、アルコールそのものに尿酸値を上げる働きがあることを皆さん覚えておいてください。そしてね、こんな話をしてますので、そのプリン体は避けるべきなのかということなんですけども、プリン体をね、その多く取ってしまうことでね、尿酸値が高くなって、様々な病気のリスクにつながります。
健康診断などで、ね、尿酸値が高いことを、ね、指摘されたら、ね、放置せずに、ね、病院に、ね、相談することが、ね、大切です。また、ね、生活習慣の改善にはです、ね、尿酸値対策は欠かせません。なので、ね、規則正しいバランスの取れた食事や、軽めの運動、ね、適度な休息を、ね、取ることを、ね、心がけましょう。まあね、2日にわたって、ね、尿酸値のお話をしましたけども、ね、まあ、全然関係ないよ私は僕はって思っている人でも、まあ、気にした方がいいっちゃいいんですよね。なのでね、知ってるとね、知らんではね、全然違うんで、こういう情報をね、まあ、軽くね、参考にしてもらえばいいかなと思ってます。そんな感じで、今日は以上になります。今日もね、最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。